甲子園欅散歩道、はい、マギログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道をお散歩したいと思います、はいはい、よろしくお願いします。マギ、今日はどこに連れておりますか、はい、今日はここ行きますよ。はい、今日の雑誌お父さん、お惣菜屋さんですね。そうですね、これはおすすめ。あ、春夏秋冬さん、お惣菜屋さん、はい、なんかあのご主人が、うん、いい感じですよ。いい感じのご主人がいらっしゃるということ で、ね、楽しみです。はい、じゃあお邪魔したいと思います。こんにちは。こんにちは、どうもお邪魔します。お邪魔します。マギ、いつもこの春夏秋冬さんで、はい、お惣菜買いに来たりしてるんですか。はい、お弁当を買ったりとか、うん、品数少ない時に、うん、ここら辺のサラダとか。あ、そうですよね。なんか家でするにはちょっと手間な感じのやつをピピッと買って、うん、食卓に並べます。もちろんご主人、はい、あの毎日ここで作ってるんですか。まあ、そうですね。うんうん、でこのお惣菜はいつもマギーがここに買いに来て、はい、自分が食べたいものをチョイスして、はい、そうですそうですそうですね。で、あのこういう手間がかかったようなお惣菜で、はい、なかなか自分の家で作るの難しいですね。作らないですね。ありがたいです。今日のおかず一品足らないわっていう時に、買います。はい、さっき言ったお弁当なんかもそう。お弁当もそうです。お弁当ね、お昼一人の時とか買いに来て、うん、これね、ここでご飯詰めてくださるんですよ。なるほどね。で、いろんな種類があって、はい、お昼間選んで、まあ、私あのサバの味噌煮が好きで、美味しいんですよ。ご主人、お弁当いくらですか。600円です。あ、日替わりは日替わり600円。はい、はは、600円でいいね。いろんな種類ありますよね。あの別にあれですよ、女性だけじゃなくて男性のお客様がここでお弁当買って帰っていくとか。あ、そっか、お昼もあるのか。お昼です。ね、はい。このお弁当600円っていうのは、大体1日何食ぐらい出るんですか。100年ぐらい。わー、すごいな。すごいね。マギ、あのお惣菜ってさ、はい、あの結構手間暇かかるよね。かかります。こんなん絶対家でできないです。ぬた、ぬたとか。ぬたね。ねえ、もうすぐ春来るからイカナゴの釘煮とかもあるんですよね。こちらのお店でお惣菜何種類ぐらいあるんですか。35種類。うわー、すごいな。まあ、35種類。毎日ね、これを手作りする手間がすごいと思うんですよ。ねえ、あの3品ずつチョイスしてもですよ、うんうん、はい、12日間。そうそう、持つんですよ。12日間。すごいです。飽きないです。13日後じゃないと同じもの食べれないからね。そう、すごいですよ。すごいね。あの、でもね、うん、ちょっとおすすめはね、うちの子は甲子園に行くときにここでカツ丼とか作ってもらって、それ持って行きます。お惣菜屋さんでカツ丼を作ってもらえるんですか。はい、ほら、これ、丼物。まあ、丼ぶりもうまいしてます。うん、あ、ほんと。甲子園って意外と高いじゃないですか、何でも。はいはいはい、で子供だけで野球行く時とか、なんか何がいいって聞いたら、もうここでも電話かけて頼んで2つ作ってもらって、やっぱ熱々で美味しいって子供も言って。あとこのナルオムライスもおすすめです。子供大好き。あ、なるほどね。はい、ナルオとオムライスかけてナルオムライスね。はい、ご主人から一言。お弁当ぜひね。はい、はい、そうですね。ご主人が、あの全部調理はご主人が厨房で作られてるんですか。そうですね。あ、はい、朝は何時起きですか。朝は5時頃。うわー、35品のお惣菜、美味しいお惣菜の数々を、はい、春夏秋冬のご主人が手塩にかけて毎日作ってます。はい、どうぞ皆さん食べに来てください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。